はい、今回は、ね、S&P500 に連動する投資信託をブログで解説ではなくてです、ねえー、実はこの記事の中にあるランキングに関する動画なんですね。でランキング、この動画に載っているランキングに関しては別にいいんですけれども投資とか保険とかを選ぶ際にランキングを見てその上位の人気のやつを選ぶという。 う人もまあいると思うんですけれども、それがいかに危険なことかというお話をですね、このブログ記事を通してやっていきたいと思います。で、まあこの記事自体はですね、S＆P500 に連動する投資信託まあいろいろ書いてあるんですけど、まあこれはですね、以前にも動画撮ったんでそちらでご覧いただきたいと思うんですけれども、問題はですね、このいろんな株式があって、この記事で紹介しているのは。 ファンドオブザイヤー2019ではトップ10入り2を果たしていますっていうのはここに書いてあるんですね。で、このファンドオブザイヤーっていうのは投資家が選んだやつなんで、まあ、非常にいい参考になるランキングで、えー、いいと思うんですけれども、このランキングを見て選ぶっていうのは非常に危険なんですね。このランキングはいいんですよ。ファンドオブザイヤーはいいんですけども、いろんなランキング世の中にありますね。例えば銀行にいたと。 で銀行に行って、まあ、投資信託の商品がいっぱい並んでてパンフレットがあってその中にランキングがありましたみたいなね、えー、あるいはネットのおネットから見て、えー、人気の投資信託ランキングみたいなのが載ってましたとね、えー、なんちゃらなんちゃら銀行なんちゃらなんちゃら証券みたいなねのに載ってましたというケースがあるんですけれどもそのランキングを鵜呑みにしちゃいけないよっていう話なんですねで、えー、見るランキングによって まあ下がったりとか、えー、ちょっと順位が違ってたりするんですけど、おランキングだけ見,見ると本当に痛い目に合う可能性があります、合うとは言いませんけども、合う可能性があります。で、ここはファン,、えー、ファンド・オブ・ザ・イヤー2019にトップ10に入っているのが基本的に紹介されてまして、えー、まあ楽天全米株式とかですね、えー、SBI ・バンガードとかですね、EMAXSLIM、えーー。 米国株式ですけど今回、SRP500 に関連したやつなんで、えー、この米国株式選んでますけど、他の2つとかね、これもファンド・オブ・ザ・ヤーで、2019年はもうトップ10に全部入ってます。はい、のを紹介したんですが、このランキングしだでは最悪の結果にないことを持って、ね、もう一人のタケっていう人が言ってますけども、えー、そのランキングの注意点なんですよね。で、本当にランキングトップ5に入ってるからいいとか、そういう観点では投資しない方がいいです。 この記事では書いてますけどランキングじゃなくてしっかり中身を見て、えー、投資をするあるいは保険を選ぶっていうのがものすごく大切です。で、まあ、その理由はここに書いてある通りなんですけど一、まあ、番はこれですね上位の投資信託が人気の理由なんですよこれが CM をたくさんやっていたからかもしれないです、ねねえー、女優さんがね。 ものすごく若手の可愛い人気があるドラマにいっぱい出てる女優さんが出てきてね、えー信,えー、信頼が受ける将来に向けての資産運用みたいなことを言ってるわけですよね。で、えー、それでいっぱい流すもんだから人気になって上位に入ってるというケースも、まあ、なきにしもあらずですよね。あるいは銀行窓口でパンフレットいっぱい置いてありますけど、パンフレットの一番目立つところ、あるいはその商品のパンフレットばっかり置いてあるとか。 えー、あと目立つところに広告が、えー、写真広告みたいなのがあるとか、えー、そういったケースで人気、えー、または投資信託の勉強会みたいなのをやっていて、えー、そこで、えー、人気商品として説明されているとかね、まあ、いろいろありますよね、まあ、いろいろあるんですよでそれで1位になってる可能性があるんですよ1位というか、まあ、上位ですよねになっている可能性があるものがランキングには含まれているんですよ でえー、そのラン,キング、ね、ランキングを見て、まあ、上位に投資した結果あんまりいい商品じゃなかったと、ねえー、CM で押し上げられただけとかパンフレットの力で押し上げられたものだったとか、えー、いうケースもあるんでランキング見るんじゃなくてしっかりこの商品の中身特に信託報酬とかの手数料コストですよねここはしっかり見ていく必要がありますもう保険でもそうです。保険の営業マンがど、ね、どどんどん,どん,どん言ってきますけども おその場ではあ、ね、もう、ていうか、対面はダメなんですよね。対面でやってるのは、まずやめましょう。やめまして、えー、その場で判断を迫られるようなものはやめます。もう基本的に全、基本的に全基本的に、もう、ダメでいいです。ツです。もう、基本的にね、ツの回答札しか置かないようにしてください。もうね、クイズ番組にはツしかありませんみたいなね、えー丸。丸がありませんみたいな状態にしておくことが大事です。もう、その場で決定しちゃいけないんですよ。で、えー、対面のやつは、本当に良くないことが多いんで、 もう全部罰でもいいぐらいです。はいまあ、保険もそうですし、投資民もそうですけどね。だから、銀行で例えば投資信託相談コーナーみたいなのもありますね、今ね。えー、ありますね今ねというか昔からあるのかもしれないですけど、そこで相談したら、何を勧められるのかというと、このランキングに入ってますよっていうので、勧められるかもしれないんですが、そのランキングで入っている、その商品が CM で上乗せされたものかもしれないんで、このランキングっていうのは、本当に注意してください。 ランキング上位以降、いい商品がありません。これ何回も言ってますけどね。えー、何回も言ってますけど、ランキングっていうのはもう最悪ですからね。えー、ランキングは、えー、信用しない方がいいものランキング。銀行とお保険業者とおランキングですからね。ランキング。あと不動産ね。えー、だからそういう意味では、ランキング、基本的に罠が潜んでますので、気をつけてくださいというお話です。 ここにもう何も書いてないじゃないですか、もうね、あもうランキングだめだよっていうんでね、えー、もう言葉を失っているという状態ですね。で、えーまあ、この記事に関してはですね、このランキングに気をつけてくださいっていうことで、えー、書いたんですけど、じゃあ、とこのおすすめっていうのはどうなんだっていう、おすすめありますね。楽天証券と SBO 証券おすすめですみたいな、書いてありますね。はい、ありますね、これもブログにも漏れなく書いてますね。で、えーまあ、このおすすめに関しても、まあ、要注意しなきゃいけないのは確かです。 確かです。この自分のブログ紹介して、ね、おいて何、ね、だと言うかもしれないんですけど、うん、確かなんですけど、まあ、これはです、ね、もう個人で判断していただくしかないんですよねで,で、まあ、僕自身は、まあ、自信を持って楽天証券と SBI 証券をおすすめで、まあ、理由はここに書いてある通りなんですけどお楽天スーパーポイントに統一できる、まあ、あと手数料的に安いというのは絶対条件ですよそれがあった上での話なんですけどおコスト面が安くてなおかつクレジットポイントを貯まると楽天カードで。 あとスーパーポイントが貯まるとあ。スーパーポイントで投資できる。あと SBI 証券も手数料的な理由、前提はもう、そこはもうクリアした上で、T ポイントを使った投資もできるし、まあ、投資対象としても問題ないということなんですけど、まあ、おすすめっていうのもですね、まあ、本当は吟味したいところですね。はい、吟味したいところですけど、まあまあ、あなんていうんですかね、まあ、証券会社に関して、この吟味するのはすごく難しいですよね、正直。難しいですけど、まあ、あの、 基本的にはちょっと吟味して考えてほしいなと思います。まあ、僕のブログを読むときもそうですけど。はい、で,でも、ですね、この証券会社に関しては楽天証券、手すり屋証券を押す人がほとんどだと思いますよ。他はあんまりいないかなと思いますけどね。えー、なんですけど、そういうおすすめとかですね、まああのー、ランキングとかですね、まあ、いろいろありますけど、おどれが自分に合ってるのか、まああ、僕にとっての1位はですね、あなたにとっての1位ではないんですよね。えー でえー、まあ僕みたいな個人でやってるブログだったらあんま信用しなくてね、まあ、こいつの言ってることはまあ、ね、さておきみたいな感じで見れるんですけど、それをですね大手の銀行とか、あちゃんとしたところがやってるとやっぱ信用してしまいますし、えー、そこはやっぱ気をつけなきゃいけないということなんですね。嘘じゃないんですよ。嘘じゃないんですよ。嘘じゃないんだけれども、えー、それが本当にいい商品なのか。CM で押し上げられた広告代理店の うんなんていう広告大臣様の力を借りて上位になっているのかと、そういうところをですねしっかり判断して、まあ、投資してくださいねという話でしたね。はいまあ、ランキングには本当に罠がありましてね、いろんな化粧品とか、まあ、いろんなネットのサイトね、全部見るとランキング1位からありますけど、1位がね、一番報酬がもらえるものでね、5位が一番報酬がもらえないものだったみたいなね、その実際に試してないけど、まあ、報酬順に並んでるみたいな、ね、サイトもありますから、えー、そういう意味ではですね、ランキングというのは鵜呑みにしない方がいいよと、ちゃんと中身を見て、自分に合ったものをね、 え選んでくださいねという話ですお話ですね、はいあの。ランキングとか、まあ、あの報酬をもらうこと自体は全然いいと思うんですけどもだって今お金がないとねそういう良質な記事が出てきませんからまずお金を回すっていうのはすごく大事ですね、えー、大事なんですけれどもその選定基準と自分の自分にちゃんと合ってるかどうかそこを見極めて自分に合ってれば別に報酬発信してもいいわけじゃないですかその人に、えー、なので、えー、自分に合ってるものをしっかり見極めていくというのが大切です。えー 大手銀行とかね、大手証券会社、ネットで出てる有名な記事、有名な、なんていうんですかね、まあ、雑誌、新聞のランキングは鵜呑みにせず、ちゃんと中身見ましょうねというお話でした。結構力説しましたけど、これ大事です、本当大事ですので、参考にしていただければと思います。ということで、今回の動画は以上です。ありがとうございました。